2012年アメリカで最も売れている歌姫カーリー・レイ・ジェプソン。カーリーが歌う Call Me Baby は全米ビルボードシングルチャートで9週連続1位を記録。先月ビルボード誌が選ぶ2012年最も急上昇したスターに贈られるライジングスター賞に選ばれました。さらにそんなカーリーのヒット曲に対してネット上には電話をかけるポーズを真似するカバー動画が次々に登場。その中にはあのジャスティン・ビーバーが恋人のセレーナ・ゴメスとの自作動画を公開。さらに歌姫ケイティ・ペリーやクッキーモンスターまでもがカバー。日本でもタレントのローラさんやモデルの水原希子さんもカバー動画を制作しているんです。その数なんと6万3000件以上にも上り、世界中で社会現象になっているんです。そして今朝はその2012年アメリカで最も売れた大ヒット曲「Call Me Maybe」をカーリーさんご本人が生ライブで歌ってくれます。それではどうぞ。
イトル通り、こちらのミュージックビデオは一目惚れした男性に電話番号を渡そうとするストーリーなんですが、なんとその男性が実はゲイだったというのがオチなんです。そんなミュージックビデオをパロディしたとんでもなく面白い動画を ZIP が発見しました。オチが違うんです。パロディです。こちらのコーギーなんですね。大型犬に一目惚れ、あの手この手で気を引きますが、さあどうなるんでしょうか。なんとその大型犬が好きなのは猫だったというオチなんです。カイリーさん、このバージョンいかがですか？Oh, so adorable. I laughed hysterically when I first saw it. かわいいですね。笑っちゃいました。これ見たことあるんですか？ Yeah, actually, when my girlfriend sent it to me. 実は友達が送ってくれたんですけど。そうなんだ。ね、この元々のアイディアのゲイだったってオチは、そうなんだ。それ最近ですか？Oh, that was my friend and the director of the film, Ben Neftoff. And he sent me the treatment, and I remember reading it and laughing again because I thought it was such a funny twist, something that no one would expect. 友人でディレクターのベン・ネフトルさんが、まあ、最初に台本送ってきた時にそれを読んでもう笑い、大笑いしちゃったんですよね。